バラクーダ級潜水艦はアメリカ海軍の潜水艦の艦級。アメリカ海軍潜水艦部隊の基礎を築いたバラクーダ級潜水艦とは関係がないが以前の艦級と名前が揃えられているなどアメリカ海軍潜水艦部隊の意気込みが感じられる。またフランスで計画中のバラクーダ型原子力潜水艦とは別のものである。本級はプロジェクト KO。 潜水艦を用いて敵潜水艦を攻撃、破壊する際の問題を解決するために第二次世界大戦後始められた研究開発調査の成果であった。3隻のバラクーダ級潜水艦は SSK に分類されたが、対戦潜水艦に分類された艦は他にガトウ級のグルーパー、クローカーがある。プロジェクトによる革新は低周波、バウソナーシステムの装備であった。 同級が装着した BQR-4 は、艦の前方を占め、全部魚雷発射艦は後方に移動し外側に向けて装着された。バラクーダ級潜水艦は、同時代の攻撃型潜水艦よりも小さく、設計、建造において単純であることを目指した。増強が続く、ソ連海軍に対処するため、安価で大量に建造できるように考えられた。 また、潜水艦建造の経験がない造船所や、大型で複雑な航空機を大量生産した工場での建造が考えられた。しかしながらこの試みは、同じような安価で小型の潜水艦建造計画同様に失敗した。第二次世界大戦前のマッケレル級潜水艦やタリビーのように、結果は、期待通りのパフォーマンスを発揮できなかった艦となった。 本級は低速で耐久性が制限されたため、1950年代末までに全艦が退役した。しかしながら、本級の装備したソナーは、適正水艦に対して検知範囲が有効であり、その優秀性が証明された。バウソナーアレイ及び艦中央部に傾斜して装備された。魚雷発射艦は、本級以降のすべての艦に採用された。ありがとうございます。